どうもこんにちは、粟田優作です。このポッドキャストでは僕が日常を過ごしていて気になったことや気づいたこと、ぜひね共有シェアしたいことなどをお話していく、ポッドキャストになります。で今回なんですけども、オーディオブックについて、お話したいなと思います。オーディオブックっていうのはいわゆるね書籍をこう字で読んでっていうのと違って音声に変換してくれてる、アプリケーションというか、まあ、そういうあのサブスクサービスがあったりするんですけど、それをねいろいろ使ってみて感じたことや、まあ、比較ですね、二大巨頭がありますので日本ではね、その比較を話してみたいなと思います。まあ、あのどっちにしようかなってもし迷っている方がいたらこのポッドキャストの回が参考になれば幸いです。はい、であのポッドキャストね、あポッドキャストっていうかじゃなくてオーディオブックね、あのオーディオブックってあのとても、なかなかこう手は出しづらいんですけど、例えばあの Kindle を出している、Amazon が、提供しているですね、オーディブルっていうサービスですね。これは月額1500円で、聞き放題プランがあります。でもう一個、二大巨頭として日本のこれ会社だと思うんですけど、audiobook.jp ですね。こちら、こちらはね1200円弱だったかな、まあもうちょっとかな、1300円かもしれないです。そのデバイス、どこのデバイスから入るかによって違うみたいなんですけど、それぐらいちょっと安めになってるって感じですね。で僕は非常に、よく使うんですね、オーディオブックね。で YouTube 使う時も、だいたいそういう語り系のコンテンツたくさん聞きますし、ポッドキャストもだいたい映画表とかね、日常 あのニュースとか興味あることを検索してよくね音声だけで、聞いてるんですけど、そんな僕自身が audiobook.jp と、オーディブルを比較して思ったことなんですけども、特化したアプリですよね。この2つはあの本の朗読に特化したアプリなんですけども、やっぱりそのどっちも試してみたんですよ。でいろいろと見えてきたこととしては、車とか、そうですね、まあ、僕使ってる Apple Watch とか、まあ、車だとカープレイですね、 Apple カープレイっていうのを使ってるんですけど、と相性がいいのは圧倒的にオーディブル、アマゾンが出してる、アマゾンが提供してるサービスのオーディブルの方ですね。ちょっと値段は1500円って少しだけ高いんですけどね、もう一つの方に比べて、で、audiobook.jp はもうアプリ単体でしか僕使えないような気がしてます。実際いろいろ試してみましたが、 Apple Watch の、アプリもないし、CarPlay の、アプリも出てこなかったので、おそらく使えないんでしょうね。で僕自身、正直僕自身の生活に合ってるのは、オーディブルで、なぜかというと車をめちゃめちゃ乗るし、アプローチに、まあ、端末ですね、オーディブルのアプリが入れておけば、そのオーディブル情報、オーディブルの書籍の情報をアプローチの中にも入れられるので、iPhone 持ち歩かなくても、そのBluetooth のイヤホンとアプローチつけてるだけでもうほぼ手ぶらで書籍が聞けるんですよね。でそういう意味ではちょっと値段は安いんですけど、オーディブルの方がめちゃめちゃ便利。あとちょっと気づいたのが、車でね、ハンドルについてるそのスキップボタンってあるじゃないですか。車によると思うんですけど、その車につなげた時にスキップボタンを右とか左だから、次の再生もしくは前の再生に戻るみたいなボタンがあるんですけど、オーディブルだと、右側ですね、次の再生ボタンを押すと10秒スキップされる、まあ、これ僕が設定している速さなんですけど、10秒スキップされるっていう状態、もしくは左側を押せば10秒前に戻るみたいな感じで、もう一回聞き直したいなみたいなところを、簡単に聞き直せるんですけど、audiobook.jp だと、その右左、まあ、早送り巻き戻しボタンみたいなものを押すと完全にそのチャプターが変わっちゃうんですよね。だから途中でここだけちょっともう一度聞き返したいなみたいなことが、
手軽にできなくてちょっと不便だなというふうに感じましたね、ちょっとというか結構不便まあ先にオーディブルに慣れちゃってるので結構不便だなと思いました。あとその端末ですね、僕 iPad mini と iPhone 使ってるんですけど、まあそういうそこの連携っていうのがなんかオーディオブック .jp の方がなんかうまくいかないっていうかですね、僕の設定ミスかもしれないんですけどね、うまくいかないような気がしてて、ちょっとねそこもね不満が残りますね。やっぱり資本力のある資金力のあるオーディブルですね、アマゾンがやってるサービスの方がね、まあその辺はちょっとカバー率は高いのはしょうがないし、僕自身は日本の企業を応援したい気持ちはあるんですけど、やっぱ人間安き方に流れてしまうという感じで、ちょっとどうしてもそこが許せないということではないですけど、ちょっと不満は残っちゃいましたね。オーディブルに慣れてたがゆえにね。でただオーディブルはパソコンでは確か再生できなかったはずですね。まあ、やる方法あるかもしれないんですけど、僕自身はそれをやってなかったんですけど、まあオーディオブック .jp の方は、パソコンで再生できたんですね。まあ、ただ基本的にやっぱり散歩中とか、トレーニング中とか車を運転してる時にそういうものを聞くので、パソコンであんまりねそういう読書耳読をすることはないので、まあそこは僕の生活スタイルと合わないかなと思いますが、まあそういった違いがありますよということですね。まあ、とにかく、まあ、今オーディブルは休んで、オーディオブック .jp の方に契約してるんですね。ただまあ1ヶ月経過したら多分オーディブルに戻るかなって今現状は思ってる感じなんですよね。なので、まあ、僕自身の、ライフスタイルに合うのはオーディブル。オーディオブック .jp も悪くはないけど、ちょっとそういう不便な面が僕自身が便利だなと感じた機能が全然なかったので、そこがちょっとやっぱりやめちゃう原因になったかなと思いました。はい、まあ、悩んでる方いらっしゃったら、まあ、値段の面ではオーディオブック .jp の方がちょっとだけ安いのでいいかもしれませんけど、それに余りある、サービスというかですね、書籍数も多いでしょうし、子供もね聞けるようなコンテンツもめっちゃ多いという意味ではオーディブルですね、アマゾンがやってる方が、まあ、僕はちょっと好きかなっていう感じの、結論に至りましたよということですね。はい、ということで今回は以上になります。